収まって係員が離れますスタートしました先行争いに入ります6番のアスクオンディープがまずは出てきました内からは4番名勝激凜間に5番のブラックブロッサム前の2頭を生かせて一旦引いての3番手ニ馬身後ろに2番のフェーングロッテンがいてあとは4頭固まっています8番タガノバルコス3番のジルバーン 7番のサンライズエースは後ろから2投目1番のアナザーエデンは最高峰で1コーナーに入ります縦長の隊列になりました残り1600の標識を通過して各馬第2コーナーカーブに入ります前は6番のアスクオンディープブリンカーをつけていましてリード1羽真半です2番手4番の名勝激凛が続きました その後ろ2バシンほど開きまして3番手5番のブラックブロッサムです先頭までは3、4馬身ぐらい2バシン後ろに2番のフェイングロッテン向こう面に入っていますその後4バシンぐらい開いて1番のアナザーエデン後方から動いていこうとしているか1 0 0 0ル6 0秒から61秒ぐらいのペース3番ジルバーンが近い位置にいてあとは後ろにと8番タガノバルコスと7番のサンライズエースが続いています向こう上面の後半3コーナーへと向かっていきます 前は2頭が並びましたうち6番のアスクオンディープ、外4番名将・激ンその後が4、5馬身が空いていまして3番手から5番ブラックブロッサム前を見ています。 3コーナー回ってここで4番、名将撃に単独トップに変わってアスコンディープは交代これを吸収して5番のブラックブロッサム2番フェイングロッテンが動いていって4コーナーへと向かっていますまた名将撃輪をかわしていって今度は隊列入れ替わって5番ブラックブロッサム2番フェイングロッテン2頭が競って4コーナーから直線コースの攻防です先頭2番フェイングロッテン内5番のブラックブロッサム2頭の追い比べ34馬身後ろから7番サンライズエースが前をっています内から盛り返して今度は5番のブラックブロッサム,ブラックブロッサム 抜けて先頭に変わった2 2 2から3ののリード番番手2番のフェイン,ングロッテン、3番手、7番のサンライズエース2番手をかがう突き放しました5番、ブラック・ブロッサムリードを取るサンライズエース2番手に上がるかフェイングロッテンとの争い5番、ブラック・ブロッサム圧勝強輪2着、7番サンライズエース3着、2番、フェイングロッテンです。